リフライズのレオです。今日、僕がここ今どこか分かんないですよね、みんな見てる。今僕が来てるのは福岡女子商業高等学校に来ております。イエイ。まあね、僕が一人の理由は、まあ、この辺にね出てると思うんですけれど、今日はですね、まあ、僕見てもらったら分かるようにスポーツマンやん。まあでも本当に中学校かなの時の体力テストは県で2位になったこともある。へえ、うん、だから体力テストとかはすごい、やっぱ県で2位になったこともあるから、県で2位ね、県で2位ね。リフライズ福岡商業高等学校のハンドボール部が全国1位を目指しているということで、僕がその子たちにハンドボールの厳しさっていうのを今日教えてあげようかなと思って。県2位のスポーツ王子がはい、その格好でやられるんですか？いや、ちゃんと着替えます。まあそうですよね、やっぱスポーツでも僕魔法使えるんで、一瞬でここから着替えができるんで、はい、ジャンプしたら着替えますよ。はい、靴まで全部揃えますから。はい、行きますよ。うれしい。まあ見て、靴フットボールシューズ、もうナイキとアディダスガチャガチャですけど、多分ね、これでねビビると思う。球の速さ180は出るね、ハンドボールハンドボール投げ、なんだろう、こう投げるじゃん。そう、速さじゃない、それ距離、距離投げるよ、いや、投げるよ。なくなったボールがなくなったことは、ソフトボール投げとハンドボール投げ、リフライズ、そのぐらいの実力っていうのを今日、まあなんだろう、この画面の向こうの、まあそうだな、これから頑張る子供たちがこの動画を見返したときに、ああやっぱそういう人やったんやって思ってもらえるように、まあ今日はアクセサリーも全部、いつもはねこのアクセサリーがね、もう10キロぐらいあるから、ああ、うん、ロックリー方式なんで、久しぶりに頑張ろうと思って。おーおーおー、スナップスナップ、おースナップこんな感じでやっていこうかなと思います。それでは、はい、行ってきましょう。フットボールシューズないし、フットボールシューズいいかもしれない。本当？やばい。ちょまいかまかまかまか。踏ん張ろうとしたらもうそのままビビる。どっち肩が上がるかわからない。いやもうなんかさ、もううまい感じが出てる先生から。でも先生から。でもね、ダンスのこっちが立ちっちゃいからめっちゃいい。めちゃめちゃ大きさ違うんや。そう、大きさが全然違う。球速が多分。どうですか、キャッチボールしてみて。強いです。あ、強いですか。ちゃんと良さそうですか。止めれるかな。止めれるかなって感じですか。お、これはちょっと賞賛ありますか。あると思います。お、ちょっと期待ですね。先ほどあの先生とのキャッチボール見てたと思うんですけど、どうでした？ボール速いなと思って。あ、ボール速いと思った。勝てそう。はい、ちょ、まあ、これ企画的にあのさっきなんかこうハンドボールの厳しさを教えるみたいな、あのレオさん言ってたんですよ、オープニングで。なのでちょっとここで一回ちょっとしっかり、まあ、逆に言うと、まあ大人なめんなよって、はい、私たちだってできるんだぞっていうところをちょっとあのぜひあのレオに見せつけてあげてもらえればと思います。はい、はい、ちなみに、まあ、このハンドボール部の目標とかってありますか？あ、日本一です。日本一、はい、あ、今そのレベル、実現レベルとしてはどれぐらいいけそうだったりするんですか？まだインターハイとか行ったことないからわかんないけど、みんなでまとまって団結してプレーしていけばいけると思います。うん、ぜひじゃあちょっとこの後楽しみにしてます。よろしくお願いします。リフライズ、うわー全然無理や。これやばいね、
こんにちは。プロハンドボーラー、やってます。おい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 。リフライズのレオと言います。よろしくお願いします。本当、歌手をしてます。今回僕らが夢応援プロジェクトということで、就労支援だったり、就労支援というのは障害を持った子どもたちの施設だったりとか、お父さんお母さんがいない子どもたちの施設とか、高校もそうだし、いろんなところでいろんな活動をしてるんですけど、まあ、今日は部活を応援したいということで、今回は、ハンドボール10年ぐらい触ってなかったんですけど、ちょっと PK 戦っていうのは何ていうの、7メーターって言うんですよ。もう僕がキーパーと、本当はもう一人いるんですけど、ちょっと病欠でいないので、僕一人でどっちもやって、ちょっと戦わせていただこうかなと思ってます。よろしくお願いします。お願いします。レオさん、はい、先生からうまいいただきました。あ、本当ですか。やった。10年ぶり。どうぞ。もう肩が痛い。でもすごい適当じゃない感じすごいありましたよ。いややっぱちゃんとしっかり本気でやってるんで本気でぶつからないと。いやいやすごかったです。ごめんなさい、帰ります。イブライツ。じゃあいよいよじゃあここから7メートルっていう競技というか、はい、今日じゃあ代表して出ていただく5人を先生から紹介してもらってもいいですか。キャプテン、元気よく行こう。キャプテン、はい、名前は、下の名前だけでいいよ。かすみです。かすみさん、はい、将来の夢は、さっき言ったね、はい、何ですか、将来の夢。スポーツに関わる仕事。スポーツに関わる仕事すること。はい、お名前は。あ、さくらです。さくらさん、はい、将来の夢は、理学療法士。おエントリーナンバー3番、ココハです。ことはさん。ココハ。ココハさん。将来の夢は。なかったらないでいいよ。お金持ちです。お金持ち。よいしょ。なんか悪いことすんなよ。エントリーナンバー4番。4番。お名前は。マナハです。マナハさん。将来の夢は。探し中です。こういうこと探してる。はい。エントリーナンバー5番。もう怖かった。じゃん、さきです。さきさん、よっしゃ。将来の夢は。ハンドボール選手です。お、木登り選手。いや、木登り選手じゃないだろ。なんて言った。将来の夢は。ハンドボール選手です。どうしよう、負けたら。お、負けたらどうします。もうこっちから人数多いな。こっちから怖い声が聞こえます。何て言ったの。ポーズ。やめろ。全て欲しいな。なんかありますか。じゃあこの5人に飲み物をごろ。5人だけ選ぶんだ。OKOK、 5人だ。とりあえずね。 OK、 そうしよう。何人いるんだっけ、全員で。14人全員に飲み物をおごると。部活後の自販機あるよね、もちろん、はい、OK、 じゃあそうしよう。これ真剣勝負なんで。いや、マジで真剣にやる。じゃあ先行後攻決めましょうか。はい、先行後攻。最初はグー、じゃんけんぽい。じゃあ
高校で。おお、先行の言い方。いや、逆転勝ちしたいよ。なるほど。はい、じゃあやっていきましょう。じゃあ 5人5回ずつね、シュートチャンスは。で、多く決めた方が勝ち。お願いします。大丈夫ですか？じゃあこっちの5人のキーパーは、え、こっちの5人のキーパー、あ、こっちの5人のキーパー、どっちも、あ、どっちも、あ、じゃあ俺、全部俺。ちょっとだけこっちのチームののキーパーはもう彼女。もう、そら、そうだ。じゃあ、あ、なんで JP だった？ JB です。勝てそうですか？まあそうだね、あの10番以外はあのフェイントかけられたの、さっきあのある程度癖を読んでた、さっきの練習。こっちを見た時にこっちを打つとか、まっすぐこっちを見たらこっちを打つとかっていうのは大体分かったかな。でも、あ、じゃあ先ほどは分析をしてた。なるほどなるほど。だからまあなんか多分、あ、笑ってるじゃん、あえてバカにして。だからなんかちょっと、はい、なんか舐められてるなって思うから、はい、なんかそういうところも含めて、そうですね、私たちにはハンデいらないぞっていう7メートルを選択されましたので、まあだからちょっと見せてやろうかな。まあ YouTube じゃない、これは。そうです、とりあえず YouTube 見て、なんかあの子たちが YouTube 二度と見れんようにしてやろうかな。まあでも負けたらジュースを全員分おごるということで。そうですね、15人、はい、いるんで、はい、ここは負けられないんで、はい、見てもらったらすごいと思うんですよ。汗、そうですね、汗がすごいんで。いやでも本当にさっき見てたんですけど、はい、あの先生も言ってたんですけど、やっぱりそのなんか当てずっぽで言ってない感じ、勘で言ってるとかじゃなくて、ちゃんとしっかりこう目でボールを追えてて、はい、ちゃんと止めてたので、そこはあの埋めてました。あと結構足がちょっと短いっていうのが結構足が全然短いんで、ね、あ、反応できたとしても反応できて届かない。あの多分僕があと20センチ高かったら届いてくるんですよ。なるほどなるほど。もう見てもうちょっと、あ、もうちょっとなるよ。ああ、そういうこと。そうですね、そこもじゃあ含めてちょっとやっぱしてもらえたら、はい、見てもらえたらいいかな。はい、失敗しましたね。失敗しましたね。じゃあもう一回だけじゃあ礼をもらっていいですか。せーの。
でもマジで止めないどうしよう。で、なんかシュートも入る気がせん。なんかもうダメな、あの、モチベーションが入る。今年最後になって、俺は喜べ。いや、違う、ピーってなってないっす。全然負けです。あ、ちょっと延長戦にして。全然負けてます。意気込みどうですか。決めます。はい、決めます。どうでした。止めました。止めました。負けたんでジュースは確定ということで。それなのに僕は男のね、やっぱり男に濁わないっていう。でもやっぱりキャプテンどうですか、初心者。今日ジュースがもらえたんですけど。イブライツ今日は音楽と私たちのスポーツで同じ夢を追いかけているというところで、今日はとても刺激をもらいました。その刺激を生かして私たちの目標である日本一を頑張っていきたいと思います。じゃあみんなで頑張ります。じゃあなも言わんのかい。よろしくお願いいたします。 See you next time.